皆さんこんにちは、ビーエージェント大林です。今回はトレーディングのやり方ということで、ミリタリープレスのやり方を解説していきます。ミリタリープレスなんですけども、ショルダープレスの一種なんですが、ショルダープレスの中でもバーベルを使って立って行うショルダープレスのことをよくミリタリープレスというふうに呼びますので、そのやり方をですね、解説していきます。でミリタリープレスで鍛えられるところは、肩の三角筋ですねの前の方と横の方を主に鍛えるトレーニングなんですが、まあ、体幹ですとか肩甲骨周りですとか上半身ですね、まんべんなく刺激が入ってくるいい種目ですので、ぜひねやり方を覚えていただければと思います。でやり方なんですけども、ラックまたはこちらのセーフティーを高く上げていただいて、セーフティーの上に置いた状態でも構わないんですけども、今回はラックに置いた状態でやっていきます。ラックにバーを置いたら、だいたいですねこの線のところに小指から中指ぐらいを合わせていただいてバーを持ちます。そして体の前に持ってバーを持ち上げたら、まあ、足は肩幅ぐらいでまっすぐ立ちます。腹筋にしっかり力を入れたまま真上に上げる、で下ろす、真上に上げてバーが顎の高さぐらいに来るまで下ろします。上げて下ろすという感じです。でこのミリタリープレスの注意点なんですけども、こうどうしても疲れてくると反らして、大胸筋の力も使って上げがちになってしまうので、しっかりお腹腹筋に力を入れたまま真上に上げていく、という意識で行うようにしてください。でバーを顎よりも下に下ろしてしまうと、これも大胸筋の力を使って上げてしまいがちになるので、注意してください。しっかりまっすぐこう反らして大胸筋の力を使おうとしないということですね。しっかりお腹に力を入れたまままっすぐ上げる、という意識で行うようにしてください。はい、今回はですね、ミリタリープレスのやり方解説させていただきました。他にもやり方を知りたい種目があれば、コメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。